こんにちは。こんにちは。はい、今日はですね、欅の実生をどう作っていくか。はい。はい、ということでですね、3月の25日に種をまきました。はい。多分300以上あったと思うんですね。300粒から500粒ぐらい、ものすごいいっぱいもらって、で、みんなで分けて、はい、で、もう、ざーっといっぱいまいたんですけど、なんか、まだね、ちょっと寂しいんですよね。はい、数えたら10本ぐらい。で、それも棚下の日陰でやってたから、ひょろひょろしちゃってて、で、まあ、種はまいた、けどその後どうしようかっていうやつをちょっとやりたいんですけど、はい、大きく2つあります。そのままですね、直根を切って刺す方法、刺し木、刺し木ですね。まあ刺し木っていうか、八本粘りを作るために、直根を切る、はい、で一番安全率が高いです、根を切るだけだから、直根の根を切って、まあ、八本粘りを目指しながらも枯れるリスクが一番低い分、やり方、はいはい、でそれもちょっとね、これは説明しやすい。もう始まってますね。ちょっとこれ一個でね、これちょっと残念なのは、貝割れ葉っていうのがほとんどな、実はなくて、おーしよしよしよし、これですね、ちょ、うんうん、はい、で芽が出てきて、まずこの貝割れ葉っていうのは2枚、はいはい、出ます。でその後にこの十字葉っていうのが出るんですね、はい、これをこの長いやつを、うん、まあ一応ちょこんと言われるのは、これをちょこんと切って植える方法が一番安全です。そうですね、一番安全って、まあ普通のやり方ですよね、うんうんうん、でただし、ここが軸がこんだけ伸びちゃってますから、はい、このまま作っていって、いつかここで取り木をするか、うんうんうん、という作り方ですね。まずは安全に、まあ、八本粘りを目指しながらも、やがて竹をどうするかと、なるほど、いうことで、そもそもちょっと一応前提として、うん、はいはい、ほうき作りの欅の話ですね。そうですね、ほうきにこう出す一歩手前ですね。一歩手前、これからっていうところですね。で前提として、欅はまず幹がまっすぐじゃないと、そうですね、あんまり評価されないというか、はいはい、そうですね。で、あと八方粘り、うん、八方粘りっていうことで、そうですね、その骨を作る一番最初の話、一番最初ですね、はい、そうですね、すいません、はい、それで、軸は、どれぐらいの大きさにしたいかによって変わってくるので、はい、説明だけ先しちゃいますよね。ちょっと整理してないから、とりあえずこれは普通に植えますっていう方法ですね。植えます。ただしここが軸が長いです。長いです。だから将来的に短くしたい場合は取り木をしますっていう、はい、まずは安全率の高い方法、はい、でこれも、まず根を切るところまでは一緒なんですけど、うん、この後ここで切る方法と、うん、ここで切っちゃって上は捨てちゃう、あ、そのちっちゃい葉っぱだけにしちゃう、ちっちゃい貝割れ葉だけにしちゃう方法と、ここまで残してやる場合で、ここで切った場合ですね、貝割れ葉のと十字葉の間で切った場合は、この貝割れ葉の間から2つ出てきます。あ、ようやくスタートなんです。上を切るんですね。上を切るっていう方法が1つあります、はい、でもう1つは、ここはやっぱり軸が伸びちゃうんだけども、安全を見るとこのまま刺す。そうするとこの上から出てくる、ここの上の葉っぱが、ここから芽が出てきます。あ、それが例えば3枚だったり4枚だったり、はいはい、はい、いうことなんで、一番安全なのはこの形で植える、はい、で、ただしここまで芽が出ると軸が伸びちゃうよと、うんうん、で、そのためにここで切って、この貝割れ葉からこう出させる、はい、そうすると、まあ、若干寸が短くなると。いかんせんちょっと貝割れ葉が元気ないんで、はいはい、ちょっと怖いんですけど、一応そういう、このまま植える場合は2つの方法があるっていうことはありますね、はい、でその場合はちょっと先やりましょうか。たくさん用意してたんですけどちょっと使わない。これなんで出なかったと、いや、わかんない、環境だと思うんですけど、日当たりも悪いし、でこれはね、本当は一番最後に言おうと思ったんですけど、来年またここから出る可能性あります。あ、なんで諦めて捨てないように、このままにして出てくるかもしれない。欅でもよく言うんです、欅も種まいて2年目で出るよとか、うんうん、でこれね、五葉松なんかでもよくあります、そういうことが、はい、もみじもそうだし、ね、もみじもそうかもしれないですね。でこれで、これはもう簡単です。このままポットに入れて、中粒ですかね、はい、はい、中粒と小粒がいいかな。中粒を下の方に入れて、それでこいつはもう普通にポンと入れて植えるだけ、はい、植えるだけ。
その状態で数年経ったものがよくお店で売ってるポット売りの、そう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 ですね。だから根が一応直根は直根っていうのかな、直根直根は切ってあるんだけども、うんうん、そのまままだ直根が出る可能性があると、うん、はいはい、これは一つ完成ですね。はい、はい、ちょっと曲がっちゃったな。で、これは先ほど言ったように貝割れ刃がね、ちょっとほとんどついてるのがもうこれも1本しかないぐらいなんで、うん、貝割れ刃の上で切っちゃって、はい、方法とこれだけ残す。だからこれが一番安全な方法になりますね、うん、はい。次に軸切りの刺し目で、これが実は2種類あって、これも抜いちゃおうか。そうだ、さっき言ったように種が下にまだ眠ってる可能性があるんで、うん、ちょっと大事に、はい、あ、これもう出てんじゃないですか、ほら、ん、あれれれれれ、ほら、芽が、新しい芽が2つに、だからこれが時間が経つとこうなるってことですね。さっきのやつ、あ、もうできちゃったね。全然分かってないです。あ、そうです。これは先ほどどこから芽が出んのって言ったら、ここから出るんですね。そうですね。ここから。はいはい、で、貝割れ刃の上で切ったら貝割れ刃のところから出ると。はい、で、この後の、2週間後の姿はこんなような。芽がもう開いてますね。上の2つ出てるんですか。2つ出てますね。もう理想ですね。あ、それで二股になっていく。二股になっていくと、ということですね。そしたら、これもですね、これたまたまここが短いんですけど、距離が。軸切りだから軸を切るんですね。ここで切る場合と、はい、ここで切る場合があるんですね。そんな上で切っちゃうんですか。うん、だけどこれがね、だから短いから、うんうんうん、普通これもっとね伸びる場合があって、あ、その場合はここで切ってここから出させるっていう方法と、うん、ここから切って刺す場合とあります、はい、ここで切った場合上刺しますよね、うんうん、その場合は下も切るんですね、貝割れ刃が残ってるから、うん、あ、下も2本になる。そうそうそう、うん、だからちょっと何通りになるかよくわかんないんですけど、はい、この方法はまず2種類ありますよ。で、最初のですよね。で、例えばこれで上を切った場合に上が今度刺せる、なるほど、っていうことですね、はいはい、これね、そしたらもう出てるんで、はい、根が出る可能性があるのと、ちょっと足元がくにゃくにゃっとしちゃってますね、これ。で、これ刺しましょう。軸切りで、軸切りで、はい、で切るのも本当はですね、綺麗なカミソリでこういう木の上で、うん、木の上にこうやって置いて、いわゆるまな板みたいにして置いて、はい、綺麗なカミソリでスパッと切れるのが一番いい、うん、はい、で、ちょっと探したんですけど、あれがないんで、カミソリが、なんて言いましたっけ、あの切り出し、切り出し、はい、がないんで、とりあえず切れるハサミで、切れるハサミで、はい、で、うん、ハサミがダメっていうのは結局切るときに繊維を潰しちゃう、うんうん、切り口の繊維を潰しちゃう、なんで、切れるカミソリがいいよっていう、うん、なるほど、あ、大丈夫です、綺麗に切れましたわかるんだ、やっぱりさすが、さすが、はい、で、これを、水の中につけておくと、はい、はい、1時間ぐらいつけておいた方がいいと思います。水を吸わせた方がですね、はい、そうそうそう、それでなんとかテック、サーモなんとかでしたっけ、あ、サーモテック、サーモテックでしたっけ、とか、とかメネデールとか、メネデールとか、ああいう、いわゆる活力剤なんか少し入れた、水に入れておくといいかなというふうに思います、はい、ちょっとこっち取らせてもらって、はいはい、あ、これ、そこに入れないか、ないから、これ入れちゃった、バレちゃって、バレちゃって、いい加減にやってるの、大丈夫です、いい加減にやって、きれいな水に、サーモテック入れた、きれいな水に、え、こういう水ごけのと一緒にしない方がいいですね、そうですね、はい、バレちゃった、水ごけついちゃって、水ごけついちゃって、バレちゃって、ちょっと、まあ、ちょっとそういうきれいな、ね、水に入れて、きれいな水に、皆さんは、はい、活力剤を、はい。で、あと、こういう方法にするか刺し切りにするかを、うんうん、っていうのは、これが例えば曲がっちゃってますよね、これぐにゅーっと、あ、それか、ね、そうですね、ね、こういうのは刺し切りにした方がいいと思うんで、そういう分け方でいいと思いますね。あ、これもほら、もう出かかってる、これなんかもう貝割れ刃がもうないですから、このまま刺せば、はい、刺して多分こういう芽が出ながら根っこが出てくれると思うんで、これも綺麗な、そこ斜めに切ってんすか。いや、ここはね、まっすぐで、まっすぐで、はい、うん、まあ、わかんない、斜めの方が多少表面積っていうかね、うん、そうですね、増えていいかもしれないですね。まっすぐなやつはこういう刺し方をして、はい、はい、同じことですね、これもそうですね、これなんかまっすぐなんで、う
だから未生何ヶ月、3月だから3ヶ月ですね。まだ赤ちゃんほやほやですね。もうちょっと早い方がいいんですか、今目出てるってことは。ちょっとね、もうちょっと早かった方が良かったですね。今日が6月の前半、9日ですね。6月9日なんで、うんうん、本当は5月末ぐらいの方がこの感じだといいんですか、ね、まだね、会話アルバが残ってる頃普通やるんですね。じゃあ5月、そう、説明がなんかよくわからないのは会話アルバがないから、うんうん、はい、でこれなんかはもうそのままですね、はい、はい、ここに入れて、で昔ね、軸切り刺し目の時は本にはね、こういうポットがあるじゃないですか、うんうん、で、中粒をこういうコの字に中粒入れて真ん中に刺すとこだけみじんを入れろって、そういう絵になったんですけど、そんな不可能じゃないですか、うん、そう、絵では描けるんですけど、うんうん、そういう絵はよくありました。あ、要は周りはこう中粒でこういう四角く、うんうん、へこ型に作って、で真ん中だけこあのみじんを入れてそこに刺すと、うんうん、現実的には無理なんで、中粒入れたらですね、ここにもう小粒を、っていうか本当もうみじんぐらいの細かいやつでもいいんですけど、パラパラ入れて、で、これもやり方いろいろあって、一般上まで入れて箸で穴開けて刺してもいいですね、うんうん、あ、そうしましょうかもう思いつきでやってるのがもうちょうど1時間ちょうど1時間経ったぐらいですかね、今ちょうど、それで、ここに、あ、これは無理だ、ちょっと濡らしましょう、はい、はい、あ、これもこれこれもよ、これでそうしましょう、はい、はい、濡らしました、はい、濡らしました。で、ここにだからとりあえず大きな穴を開けといて、昔はね、よくね、これピンセットでこの先端をこういうふうにつまんで、ピンセットごとずっと刺して、なんかね、そんなイメージはありますね。そうそうそう、そうすると、挟んで、土から守るようにして刺して、そのまま引っこ抜いてっていうやり方を結構してました。はい、あの、それでもいいです。で、今日はこれで穴の中に入れてここに、細かいものを入れると、うん、はい、で、まあ少しちょん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 と固定してあげて、もしかしたらこの中にあれですね、水苔を細かいのを入れといた方がいいかもしれないですね。そういう方もあるかもしれないですね。これもう人それぞれやってもらえばいいんで、はい、はい、で、あとはこの水苔をですね、事前に用意しておいた水苔を、これ一本一本やるの大変ですね。大変ですよね。良かったかもしれないですね。そうそうそう、10本10本ぐらいで良かったかもしれないね。これ200本じゃ無理ですもんね。ねえ、大変です、はい、で、あそこにあった、で、ここにこうつけてあげて、じわーっとこうなんか水が吸わせてですね、で最後こう持ち上げてあげればこうギュッと締まって固定されると、はい、はい、いうことで完成です軸切りさせる、はい、地味な作業ですけど、だからこういうのをそう売ってくれてる業者さん大事にしないとダメですよね。そうなんですよね。だからこれはね、本当に安い値段でね、あ、これ染みてきた、ちょっと周り少し入れちゃうか、なんかハプニング、なんかやりそうですよね。ハプニングやりそうな気がしますよ、僕は、まあ、とりあえずこっちの方からこうしといてね、手焼きの貝は大体何かあるはい、それでじわじわ刺して、これが、うん、はい、根が残ってるやつですね、はい、はい、これが刺したやつですね、刺し目、はい、うん、量全部、ね、育つとしたら、はい、これが一番発泡粘り作りやすいです、ね、作りやすいですね。で、軸も短いですよね、うん、はい、これはだから伸びちゃって、結局根がまだ残ってるから下のところちょっと曲がってたりとか、そうですね、そう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 、まあ、そういうことがあるんです。そう、成功率が高いんで、ここから一回上を先に作って、うんうん、上を作ってから取り木をする、こっちがって感じですね、うん、こっちはもう先に発泡粘り作りたいねっていうところで、うん、そこから根を先に作って、それから上を作っていくという作り方が2つある、はい、で、なんか形が全部あれですね、3種類の取り木をしてやったやつですね、はい、完全解説、完全解説、そぎはげ、そぎはげじゃねえやそぎはげそぎはげとアルビと感情吐く人、うん、で、今もうこんな元気になってます、うん、だからまた根がね、出てるだろうと、これのやつがこうなんですよね、うん、はい、
ということで、これは多分あのこの方法でこっちの方法で作ったやつですね。発泡、ちょっとありましたもんね。そう、あの正直言うとあんまり根が発泡じゃなくて残ってたということで、そこから取り木をかけたっていうことですね。でこれはですね、もう単純に最近ほら説明してるんで大丈夫だと思うんですけど、ここだと3枚葉っぱを残してもしくは2枚を残して切るんですけど、ここで切るとこれが外側の方に向かってくる、はい、今これとこれがあるってことは内側に持ってきたいんですね、うん、なんでここで切ると、はい、向かせたい方向の葉っぱを残す。そうですね、向かせたい方向ですね。でこれなんかだと1、2あってこれちっちゃいのありますけど、これも内側に向かしたいんで、これですね、はい、なんで大きな滅びの時はいい加減に引っ張りましたけど、はい、こういう時はまだ枝作りなんで、こういうのを考えながらやっていった方がいいと思うんですね、はい、これもだからこの時期の作業。そう、この時期の作業ですね、はい、葉っぱりはしますか。もうちょっともうまだ、若いんで無理だと思いますね。やんない方がいい、これはやんない方がいいと思いますね、はい、やるんであれば例えば前もお話ししたんですけど、先端に1個多いの大きいの残しておいて、例えばこれを小さく切って歯切り、はいはい、こういうやり方はあると思いますね。でこれも考えようなんですね、人によって、うん、全部歯切りやっちゃって、出させるという方法と、これは一つ先端に大きいの残しておくと、この小枝全体が元気になるから、うん、こういうところに吹き、そうそうする、それはもうね考え方なんで、うん、もうそれはやる人が自分で考えてやってもらえばいいと思います。これねちょっと間違えましたね、これがね芯になってくるんで、あと、うん、これで芯になって、これもうちょっと短く切った方がいいですね、うん、せっかく説明しましたけど、この辺で切っちゃうか。ふうにこうじゃなきゃいけないってないんで、はいはい、自分の考えでやってもらっていいと思います。これも歯切りでとりあえず先端葉っぱだけ残しますね、はい、ケヤキは今こういう作業じゃないですか。そうですね、これがだから、はい、夏ぐらいまでそんな感じですよね。そうですね、剪定と、まあ、葉切り葉刈りを。そうですね、大きい木だったら葉刈りしても大丈夫ですね。そうそうそう、これまだ養成木っていうか、うん、まだ取り木取ったばかりですからね、やっぱ小枝作りを優先して考えていくっていうことなんで、こういうのも大きい葉っぱは切っといて、はい、はい、最近でも欅は結構来てますか。来てるというか、いろいろメッセージでもいただいて、うんうん、メッセージ YouTube のね、ひろまさんの欅動画を見て盆栽を始めましたとか、多分変な話数千人ぐらいいるんじゃないですか。いやあれ見て動画、あれ嬉しかったですよね。ひろまさんの欅動画見てなかったら盆栽やってませんとかね、あれが一番嬉しいですよね。だって欅の作り、年間の作り方をオープンにしたの、うんうん、オープンでも雑誌とかあったかと思うけど、そうですね、多分いなかったですからね。そうそうそう、今まで。で多分私なんか言うのは本に書いてないような自分の経験値で、さっき言ったね葉っぱ一番残すなんて多分書いてあるやつないと思うんですけど、そういうのは歴代のやっぱこの先生がそう言ってる 人がいて、うん、初めてで自分でよくってだけど、ない方がもっと出るかもしれないっていうのはもうそういう考え方次第なんで、はい、皆さんもいろいろやってみてチャレンジしてもらえればいいと思います、ね、欅のカリスマ開拓者。いや今はでもね、結構欅やってる人多いんでね、うん、そう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 、あれがお手本ですよ。でも昼間さんの動画が、うん、そうそうになってくれるとね、いいですよね、まあ、葉っぱのね先ほど言ったこう切ればこっち出るよとかっていうのは本当に雑木の基本中の基本なんで、はい、私も最初知らないで切ってましたからね、うん、でなんで2つがいいのとかね、2つじゃなくたって、はい、残すのはですね3枚でもいいんですよね。そう、ただ1枚じゃダメよっていう、もう一回言いますか、いいですかね、1枚のじゃダメっていう意味を。1枚でダメ、1枚、そうですね、2目残すってことですか。2目残す、必ずこう2目残してここ切りなさいよって、はい、でここで切る、そうするとここが芯になる芽が出てきます、うん、でもう一つここにあるっていうのが大事で、ここにあるからここから小枝が出てくるんですね、うんうん、はいはい、葉っぱの脇から、うん、例えばこれを切ってでここで切りますよって、
そうするとここから、これ歯切りしてもいいしこう残してもいいんですけど、ここからこの小枝の新芽っていうのが出てきて、これが伸びていく芽になる、はい、それに対してここに1枚あることによって小枝がもう一つできる、うんうん、だから芯の小枝、それからさらに孫枝ができてくる、うん、でこれが、1枚しか残さないで切った場合、はい、ここから芯になる枝が出る、でこの葉っぱやがて枯れますから、そうすると1本だけになっちゃう、1本だけになっちゃう、小枝の何にもない小枝のできない孫枝のできない小枝が孫枝のできない小枝が小枝って伸びていくだけなんですよ孫枝ができてこないそうですね、ということを言いたいんですよね、はい、勉強になるな、初めて8年通ってそういうことなんですよ、そういうことなんですよ、そういうことなんですよ、だから 3枚残しなさいよって言った場合はここで先端元気で切るよと、で例えばこことここを切って、はい、やるとここから芯になる小枝が出てきます、でその下から孫枝が出る、ここから孫枝が出る、そうやって小枝作っていく、勉強になりました、基本だ、初めて、お金いただきます、後で ランチをランチ、じゃあ、チャーシューつけますんで、ラーメンに、はい、そうチャーシューでということで安倍さんが参加してくれ、してますけど、はい、なんで、1枚だけじゃダメだっていうのはそういうことですね、なるほど、うん、小枝って伸びてずーっとなっちゃう、から作れないんだ、うん、だから必ず臓器が作れない、2つ3つは残しなさいっていうのはそういうこと、はい、改めて2つ以上ってことですね、2つ以上ってことですね、うん、はい、はい、ということで今日はまた勉強になったな。勉強になりました。はい。ということで、まあいろいろ年代によってね、本当に1年目、2年目、3年目っていろいろやり方ありますんで、はい、楽しんでもらえればというふうに思います。これの動画見てまたね、盆栽やってよかった、キラキラやりたいっていう人が増えてくれればいいなと思いますんで、よろしくお願いします。プリーズなんとかとかなんとか。ありがとうございました。